レールマウンテンバイクは旧神岡鉄道の線路の上を自転車で走るアクティビティで、おととい街中コースの営業が始まりました。最近では外国人にも人気で、今日は香港からの観光客が訪れました。神岡町では20日から昨日にかけて降った雪が残っていて、スタッフによりますと、これだけ雪が残る中での営業は珍しいということです。30日には渓谷コースが営業を開始します。